核戦争となれば人類を滅ぼす戦争になると言われている第三次世界大戦。ロシアとウクライナの戦争や台湾をめぐるアメリカと中国の衝突など、世界の各地で世界大戦へとつながる可能性のある火種が存在しています。そんな中で今後発生するかもしれない核戦争は人為的なものではなく、突発的に勃発する偶発核戦争になるかもしれないんです。どうも皆さん、チャオモカです。相変わらず日本は今も平和ですけど、世界の状況を見てみると、いつ日本が戦争に巻き込まれてもおかしくない状態なのかなっていうふうに思いますよね。例えばロシアはウクライナ侵攻の直前までは本格的に日本に攻め込む準備をしていたっていう話だったりとか、中国とアメリカの衝突、それによって戦争が起きてしまえば日本は間違いなく巻き込まれることになりますよね。さらに現在の日本政府は憲法を変えて戦争をできる国に変えようとしているので、本当にいつ日本が再び戦争の時代に入ってもおかしくないような状態になっているのかもしれません。そしてそれが世界大戦規模にまで発展して核戦争にまでなってしまったら、人類に滅亡してもおかしくないような被害を及ぼす可能性は十分にあるわけです。特に日本に関しては島国ということもあるので、もし核戦争に日本が巻き込まれた場合、現在戦場となっているウクライナのような内陸国に比べると、日本という一つの国を対象に核爆弾を落とすことが可能になってしまうので、核兵器の被害を再び受けるのは日本になる可能性もあるんです。この話はあくまでも何か一つの戦争、衝突が原因で世界大戦や核戦争に発展していくという話なんですが、実はこの核戦争というのは何か一つの戦争が原因になるのではなくて、人為的ではなく偶然発生する突発的に起きてしまう可能性もあるんです。しかもそれはすでに2013年に一度起こりかけていたんです。その原因となるのが隕石の落下。2013年2月、ロシアにあるウラル地方チェラビンクス州に小惑星が飛来し、高度約 10km の上空で爆発し、強い閃光と爆音の後、燃え盛る隕石の破片が一帯に降り注ぎました。 NASA の推定ではこの小惑星の質量は70万トンだったとされています。超音速で飛来した時の衝撃波で窓ガラスは割れ、怪我人も相次ぎ、隕石の破片が命中し頸椎を骨折した女性もいたそうです。無数の隕石が家の屋根を破壊し、湖の氷に大穴を開け、土地や建物への被害は当時の相場で約30億円にも及んだと報じられました。小惑星って小惑星、この時に飛来した小惑星のサイズは大きいものではなくて、天文学的には塵にも満たないようなサイズだったそうなんです。そのぐらいのサイズの小惑星でもこれほどの被害が出たということは、それよりも大きなサイズの小惑星が来た場合の被害は相当でかいものになってしまいますよね。さらにこの塵サイズの小惑星が地球に飛来することを推測するのは現在の技術でも相当困難だと言われているんです。2013年のように人が多く住んでいる地域に落下するということは稀なことではあるんですけど、幸いなことにこの時は死者を出さなかったことで、自分の家に隕石が落下したり被害を受けたロシア人の中には、隕石の破片が落下したことを自慢するような人たちもいたそうです。当時陰謀論者の極右政治家だったジリノフスキーは、この災害はアメリカによる新兵器の実験だと主張したそうですが、真剣にそれを考える人たちは少なかったそうです。被害があった地域の付近には原子力発電所だったりとか、使用された核燃料の再処理工場などもあったんですけど、そこへの直撃はなかったことで原子力被害も全くなかったんです。でももしこの時に隕石が原子力発電所のような核施設に直撃して原子力被害が出てしまっていたら、このアメリカの実験だという主張を信じる人ももう少し多くなっていたかもしれませんよね。つまりこのような予測できなかった隕石の落下によって原子力発電所のような核施設が爆発してしまった場合、
り、そのまま核戦争へとつながってしまう可能性があると言われているんです。アメリカとロシアが配備している核ミサイルには、敵の陣地を吹き飛ばすための戦術級と、都市を丸ごと消し去る戦略級の2つがあります。戦略級は多弾頭型であり、2013年の隕石落下のように多数の核弾頭を広範囲に落下させます。つまり2013年2月にロシアで見られた光景は、世界の終焉の日に見える光景だったのかもしれません。ロシアは核施設の所在を明らかにしていないため、知られていない核施設もあれば、鉄道でミサイルを運ぶこともあります。核戦争では、まず敵の核施設を攻撃するのが常套手段とされているため、もし隕石が核施設に直撃した場合、敵国からの先制核攻撃だと誤解する可能性は高くなります。現在、ウクライナとの戦争を行っているロシアからすれば、アメリカが核攻撃を仕掛けてきたと判断してもおかしくないかもしれません。一度この誤解が生じてしまえば、核の報復合戦に発展してしまうことになります。このような自然災害により誘発される大規模な核戦争は、偶発核戦争と呼ばれています。核施設にいるのは、事後処理部隊の核施設。これはロシアだけに言えることではなくて、アメリカとかも数多くの核兵器を配備しているので、このロシアやアメリカに隕石がたまたま落ちてきて、核施設にたまたま直撃してしまった場合、そこから核戦争が始まってしまうという可能性も考えられているんです。実際に1983年には監視衛星の誤報によって核戦争につながりかけたこともあったので、現在の緊張感の発している世界情勢では、その誤報ですら核戦争につながってしまう可能性も十分あるわけなんです。今まさに映画館で公開されているミッションインポッシブルに関しても、潜水艇でコンピューターがいじられたことによって、敵船から攻撃を受けたと誤認してミサイルを発射した結果、最終的には自爆してしまうという事件があったりもしたので、この映画のように現実世界でも敵国のコンピューターをハッキングして誤認させることによって核戦争を始めさせるということも可能になってくるかもしれません。誤認してしまった幹部5人。ぜひ皆さんの感想をコメント欄のほど教えていただければなと思います。ということで今回で良かった方はぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。その他次の動画で会いしましょう。